アイスカレーマウンテンでーす。ハマさんの。あ、そうですね。アイスカレーのアイスは本当のアイスだったんですね。で、緑はサボテンでーす。人生初じゃない、サボテン。サボテン、人生初なの。サボテンって食べれるの。おいしく召し上がれ。いちごの。これ全然よ、うん、いける。タルコスパイだよね、見た目は。明太子スパイだよ。甘い匂いする。おいしいこれ。取ってあげるよ。ちょっと待ってよ。厚化粧、チュウ。いただきますね。あえてレポートしんでいいよ。こうリアクションを、素直なリアクションを。本当に素直。本当に素直。もう割とカレーだね。美味しい。すいません、アイス。お願いします。ん、普通に美味しいな、これ。サボテンもピクルスみたい。福神漬けの感覚だね、これ本当に。あ、そういう感じ、そういう感じ、ね、タレうまいとるね。うん、極楽って本当すごいよな。あ、すごい、顔がどういう気分なんですかね。どういう気分なのかな。おお、マウンテン。こういうことなんだ、マウンテンって。なんか。マウンテン。マウンテン。マウンテン。オッケー。じゃあ、まあ、せっかくなんで。夢だったんで、かぶりつこうかな。豪快だね。うん、おお、めっちゃついてるよ。本当に見ての通り美味しい。レン、あの野郎。え、これ全然余裕で食えるの。まだ全然食ってないし、うん、マジで大でいいよ。うん、本当にそんなだと思うんだけど。待って、かぶりつきの鳥さ。じゃあ一回、あーあっ。じゃあ一回、あーあっ。全部手で戻ったな。いや、マジで俺、何でも綺麗に食うことが売りだったのにな。あの、目玉焼きのなんだっけ、フランクフルト。ああ、漏れ出ちゃったよ。なんだっけあれ、ホットドッグ。世界一食べたらホットドッグ。うん、それも世界一綺麗に食う男だったのに。あるなんで厚みしようと思うんですか。大人がいるかもらう。
上から3、右そうだ、そうしてんの。顔になってんですね。ドラえもん。あ、クマだ。クマ。うん。面白い。めっちゃうまい。デザート食いながら飯食う。めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまいこれ。うんうん、ピラフ。美味しいと思ったことあんまないけど、めちゃくちゃうまいこれ。ピラフないね、これが。これマジうまいよ。ソーセージ切っとく？うん、切っとく。で、ここで拭ってから切る。限界がありますね。まあ、一回貫通すれば。だいぶね。
もう一個想像してくれないんだ。汚い手がパンクでだけやってる。本当だ。なんで？あ、どんどん綺麗になってる。これやっぱつけてくるんだよ。あ、出るね。だんだんこっちに映ってくる。あ、六花亭だ。六花亭ね。馬鹿にするの？専門チャンネルになる必要ないんだよな。専門チャンネル。これ食えば正直もう食ったようなもんだからな。
順番逆じゃねえこれけど。あ、そう、結構序盤ぐらいから9番ぐらいで逆になったよ。あ、そう。いや、おさまランチ食いてえなーって言い出してからもう順番逆だったよ。うん、マジでうまいこれ。あ、美味しい。マジでうまいこれ。俺もコーヒー美味しい。本当？何喋らない。撮ってる。あ、撮ってるから。うん、マジでうまい。なんか味が薄くなった気がする。味が薄い気がするこれ。あれじゃ濃すぎたんじゃない？なんか序盤はすごい塩コショウがすごい効いてるなと思って食べたけど、新鮮味がなかったから。口がバカになってきてる。思ってるぐらいから。バカな食事だったもん、ここ。もうやるべきやんもん、俺、正直。今日、岐阜タンメン食いてるもん。あ、そう、岐阜タンメン食いたい。まだ食べれるみたいな。まだ5時だよ。あ、19時には今日戻るから。うん。まだ5時だよ。お腹いっぱいだよ。え？岐阜タンメンは食べたよな。うん。マジ？フォーさん食べれるの？うん、なんで？肉タンメンだから。うん、別腹だよな。そこまで来たら食って帰らんとね。少ない、マジで。マジで。きついとしても食えたのはすごいね。うん、すごい。気づいたら。いや、マジきつくない。絶対きついし。いや、マジでね。きついって言っても恥ずかしくないよ、これ。いや、マジきつくないなんて。ただ、ちょっと冷たいから。冷たい。ちょっと冷たいから。冷たいよね。人肌干しちゃうよねっていう、そこの寂しさはあるかなっていう。こっちあるよ。マジで。以外は全然。ラスト一口。おお。へえ。どういうことマジ？